ってんの、イキリスト君は。怒ってるんじゃなくて、なんかできてんのって聞いてんねんけど。だから、何をできてるっていうのは、怒ってあげたりとかってこと？いや、今回のこの件に関して、お前はなんか助けれてんの？あ、助けるっていうのは、なんかホテルを取ってあげたりとか、そういうこと？キャリーの力に慣れてんの、なんか一つでも。うん、だからそれは、なんか家を確保してあげたりとかっていう、そういうことを言ってんの、イキリスト君は。うん。なんでもええねんけど、別に、うん、方法は。いや、別に家を確保してあげたりとかしてないけど。で、何をお前がほざいてんの？ほざいてるっていうのは何？イキリスト君と私を天秤にかけたときに、つって。今現にこの問題に対して行動できてないんか、お前で行動できたんか俺なんじゃない？それに対してキャリーは俺に関心があるって言ってる。行動はしないけど、え、じゃあ何？今回のことっていうのは、行動を示せなかったら、キャリーちゃんに対してここは違うよって言っちゃいけないってこと？ここは違うよじゃなくて、何もしてないのに、お前が、イキリスト君は何をしてくれたのとか言う筋合いなくないっていう話をしてんねんけど。何をしてくれたのなんて私言ってないんだけど。イキリスト何しちゃうって言ってないんだけど。花屋とイキリストは関係ないのに、キャリーを助けに行ったんが意味がわからんみたいな発言してなかった。いや、私は、だからイキリスト君が私と話したいって言われても、私は別に話すことは変わらないよって、なんでここでイキリスト君が入ってくるのって。言ったんだけど答えなってないねんけど、何を求めてるの？だからそういう発言はしてないのって聞いてねんけど、ちょっと言ってる意味が分かんない、イキリスト君。え、分からんの？今俺が質問したり意味が理解できない、うん、まあ、だからイキリスト君からすると、その私が今回キャリーちゃんの家ホテルとかも確保してないんだから、とやかく言うなよってことを伝えたいってこと？じゃなくて、お前頭悪いんかな。何回も今説明してんけど、俺と花屋が今回の件関係ないのにキャリーちゃんを助けるのはおかしいやろ。お前ら関係ない人間やねんからって言ってきてるけど、今回現に行動して助けたんが俺であって、キャリーはそれに対して感謝してるわけ。で、お前は現に何も行動に起こせてないわけや。そのお前が俺と花屋とかに対してキャリーちゃんを救うのはおかしいだろ。関係ないじゃんって言う筋合いがそもそも存在せえへんって言ってんだけど。だからこうやって話を聞かないから話したくないんだよ。こうやっててお前に対して質問してる、質問とアンサーを返してる、ね、話を重ねてくるから、だから嫌なんだよ、イキリスト君と話すの。え、だから俺の質問に対して答えておかしくない？だからお前なんかできてるの今。ただ自枠立ててあのキャリーにコラボ申請を送ってさ、コラボでギャーギャーほざいてるだけじゃん。だから私、イキリスト君がなんか面倒を見てくれてたことに関してなんか言った？キャリーちゃん。イキリストじゃなくて、今のこの話で関係ないとは言ったけど。なんで理解できひんの？じゃあお前がさ、そんなにさ、花屋とイキリストは無関係なんだから引っ込んどけよみたいな感じで来るんやったら、お前が全部やれよ。東京までの旅行から何からなんだ。私言ってないんだけど。うん。花屋とイキリスト関係ないから引っ込んどけなんて言ってないんだけど。私、キャリーちゃん言ったかな、そんなこと。そういう言い方はしてないけど、無関係って言ったよな、うん。無関係なんて言ってなくない？言ってないねんな。うん。じゃあ、それ、鳩で言ってんの、それ。じゃあ、花屋とイキリストっていう名前出てないってこと？お前の中で。だから、イキリストくんと花屋さんの単語は使ったとしても、関係ないとか言ってないんだけど。言ってないねんな。うん、言ってないんだけど、それ鳩で言ってる。どういう時に俺と花屋の話を出したの？え、花屋さんの話なんてしてないんだけど、そもそも。で、どういう時に俺と花屋の単語が出てきたの？花屋の話って何？俺とあの花屋の単語はいつ出てきたのって聞いてんだけど。え、何のこと言ってんの、本当に。単語出てきてないの一切。イキリストは閲覧目的っていう単語は出てきてないの？あ、それは言ったかも。お前の口から。うん。
え、出てんの出てんの言ったよ。だから、まあ、一応それは、チャリーちゃんに対して、どちらかというと、それは閲覧目的で話してるかもしれないけどって。でも私はそれは、あの、友達として話してるからとは言ったけどさ。でもそれは閲覧があるから、チャリーちゃん。チャリーちゃんのことを。何も行動してなくて、コラボ申請を送って、あだこうで言ってるだけの。私別にチャリーちゃんと配信会でもずっと話してるから、あの、イキリスト君よりも知ってるんだけど、いろいろ。じゃあ、配信会でやるよ。配信外でも連絡したけど、キャリーちゃんが、まあ、ずっと連絡来なかったからね。だから絡みたくないからじゃん。絡みたくないから？いや、配信外でお前が連絡してて連絡さばいてるってことは、だからそれってさ、それ言いたい、それ言いたい。じゃあ、キャリーちゃんに対して間違ってるって言ったことって今までで初めてなんだけど、今までで初めてってさ、論点解断といてな。いや今まで私、キャリーちゃんに肩を。お前が一番閲覧目的なんじゃない？配信外でやればよかったやんじゃ。なんで配信外で話したことなんだけどね。だから、イキリストくんも分かってないのに、入ってこないでほしい。の、キャリーちゃんと私の関係って、じゃあ、キャリーちゃんが、その、親ちゃんの件に関して、ちょっと話聞いてくんない？私とキャリーちゃんの関係、私とキャリーちゃんの関係性はイキリストくんには関係ないから、だ親ちゃんのことで、でも助けてくれたのはさ、まあ、キャリーちゃんにとっては良かったとして、それが悪かったとは言ってないからね。私とキャリーちゃんの関係性は全く関係ないんだけど。やったら閲覧目的とか言ってくんなよ。何が？いや、どっちかというと、私はキャリーちゃんとの歴史が良かったかもしれないとか言うんやったら、俺に対して閲覧目的ってお前が発言してくる。いや、私はだからキャリーちゃんとその歴史があるのに、イギリスト君を優先するのとは言ったよ。だって、私は今までその閲覧目的でキャリーちゃんと仲良くするわけじゃないんだから。閲覧目的って俺に対して言ってくんだよ。じゃあ。なんでキャリーちゃんにとって良かったかもしれないあなたの行動はとか言ってきて、そうやってなんか慣れ合ってくんねやったら、初めから閲覧目的って言ってくんなっつってね。うん、だって実際今回の件っていうのはさ、そうでしょ、閲覧目的でしょ。いや、一番閲覧目的なお前やん。いや、閲覧目的だったらキャリーちゃんの全部配信会のことだって今まで言ってきたと思うけどね。私は今まで言わなかったけど。いや、今実際やってるの閲覧目的なお前やんって。いや、閲覧目的じゃないよ別に。お前にダメージあんのこれ。閲覧のメリットしかお前にはないやん。デメリットないやろお前に今。メリットしかない。いや、デメリットあるんじゃない。私も叩かれてんだから、キャリーちゃんの枠で。いや、それ分かって言ってんだやろ。いや、そうだよ。だって嫌でしょ普通に考えて。叩かれてる角度で。いや、お前は何もマイナスがない状態で、お前はキャリーのことを使って。いや、別にマイナス。お前、スラフにしてるのはお前なんよ。理解できる？いや、別にメリットもないけどね。配信外で連絡取ってるとか言うたら、じゃあ配信外で全部やったやん。だから何も知らないじゃん。配信外でずっと連絡取ってたから、キャリーちゃんとは。知らないでしょ？だから知らないんだから、あの、つかかってこないで。うちらの関係性知らないじゃん。いや、だから配信外であればええやんって。閲覧目的っていう発言をしたことに対してお前に言ってんねんて。一番の閲覧目的はお前よな。だからループになっちゃうの。何？なんか言ってんじゃん、ループになるって。私が今まで思っ、あの、かばってきたけど、初めてキャリーちゃんに言ったことを、まあ、しかとされたから、じゃあ配信上で、こうやって話したけど、じゃあ配信外でお前は友達やと思ってるやつに対して行くわお前。そういうことやんな。え、逆にどういうことがあんの。別にいいけど。で、キャリーちゃんこれどういう気持ちでこの電話してんの。キャリーちゃんなんて、どういう気持ちでキャリーちゃんこれ電話つなげてんの。いや、キャリーの気持ち今さっき俺とお前で喋ってんのよ。いや、だから別に、イキリスト君と私、喋りたいと思ってキャリーちゃんと話してるわけじゃないから。いや、だからお前めちゃくちゃ性格終わってるよな、じゃあ。配信外で言ったけども、
仕方されたから、うん、うわこいつムカつくわと思って配信上で懲らしめてやろうと思ったから配信撮ってやってる。だから何も知らない人が一番の閲覧目的でヘイト受けたかったからやろ。じゃあめっちゃお前性格悪いよなっつって。何も知らない人が。え、理解できる。何も知らないとお前が今俺に教えたよ。教えてないけどね。だからそう思えば私が性格悪くてムカついてキャリーちゃんにこうやって話してますでいいんじゃない。じゃあイキリスト君の主観はそうであって、じゃあそれでいいんじゃない。いやそれでいいんじゃないってそういうことやね。うん、じゃあそれでいいんじゃない。開き直ってんの。開き直ってないよ。だって話してもずっとそうだそうだって言うから、もうじゃあそれでいいんじゃないってめんどくさいから。んじゃあめんどくさいんやったらお前初めっから俺とか花屋に閲覧目的とか抜かしてくんね。花屋が閲覧目的とか言ってないけどね。じゃあ俺に対して閲覧目的とか言ってくんなって。だってそれは事実じゃん。事実じゃん。お前がな、うん、それ事実じゃん。でお前も認めろや。じゃあ閲覧目的で当たり前、配信でやってんねんからネタでしかないやん。じゃあお前も配信でやってんねんから閲覧目的よな。だからお前が言える立場じゃないっつってね。理解できひんの。お前ほんまとことまで頭悪いよ。だって別にイキリスト君ってこの件に関して何も知らないのに、だからキャリーちゃんを救いたいってやってんのは閲覧目的でしょ。じゃあお前も今これ配信でやってんのは閲覧目的じゃないの。いや別にそういうわけじゃないけど、なんで友達であるお前が一時配信上でキャリーにさ、うん、不利益が被るような発言をしたり、キャリーにヘイト、だからキャリーちゃんが、だからその連絡を、友達であるはずのお前が、キャリーちゃんが私の連絡を返してなかったっていうのもあったし、じゃあ配信上でこの話になってるから、やってやろうと思ったからやろ。うんうん、じゃあもうそれでいいんじゃないの。じゃあめちゃくちゃお前のやってることって腹黒いよな。うんうん、分かった分かった。じゃあもういいんじゃない。配信外で連絡が取れない、こいつ舐めてんのが私のことを無視しやがって、配信上でやってやろう。お前めっちゃ腹黒い。イキリスト君がどう思うと別にいいんだけど、これはキャリーちゃんはどうしたいの。どうしたい。キャリーに逃げんなよお前。だからその逃げる逃げないとかじゃなくて、なんで私がイキリスト君と話してるって感じ。キャリー、うん、ちょっとこっちで電話かけていいかな。こっちで、あー端末変えて。いや違う違う、あのグループの方。あー分かった。あ花屋が話したいらしいから。あうんうん、グループ来て。うん、まあ、だからちょっとね、俺マジで言いたいことあるよ。いい、まゆさん。何ですか。聞こえてます。はい、あのさ、俺今配信見ててスーパームカついてんけどさ、まゆさんに対して。はい、2つあるんですけど、まず1個目がね、そのイキリストがその今話しようとしてるのって閲覧のためって言ってたけど、私は配信外でやってるって言ってはんのやったら、今配信つけてんのどう考えてもおかしいな、マヤさんが。いやだからそれは、私が言ったのって友のためにやってるんでしょ。いやいやいや、あのキャリーちゃんの意見をね尊重してくれるからってね、イキリスト君も悪くないって言ってたし、って言ってたことに関して、私はキャリーちゃんとも、まあ友達の歴史はまあ1年以上あると思ってるし、配信会も遊んでるしね。だから、私は今までキャリーちゃんに対して、なんかここは違うよとか、あんまり言わないタイプっていうか、むしろ肩持ってた方っていうか、やっぱ友達だしね。まあそういう立場なんだけど、でも私は初めて言ったわけ、キャリーちゃんに対して。それはキャリーちゃんのためになるし。いや、マヤさん、ちょっとね、ごめん。論点がずれてるんだけど、マヤさんとさっき指摘したイキリストの部分に関して、イキリストは閲覧目的じゃんっていうんやったら、今まゆさんが配信上でやってたら、その言葉に説得力が全くないと思うのよね。うんうんうん。うんうん。そこまず今説明をしてくれてるの分かるんだけど、まず説得力ないし、で2つ目なんだけど、この2つだけなんだけどね、まゆちゃんに聞きたいんだけど、キャリーちゃん友達？
そうだね、配信外でもずっと電話とかしてたよね、あり、うん、ちゃん。オッケー。やったら、私暴露とかしたことないしね。友達なんやったら、イキリストにありがとうって言ってもおかしくないよ。例えばね、キャリーちゃんが今日家追い出された、でイキリストが動いてくれた、これが仮に廃止の目的であっても泊まるところがイキリストが送った、やったらキャリーちゃんがほんまに友達なんやったら、私今東京によって私は何もできなかったけど、イキリストなんやなんやかんやあってもね、キャリーちゃんが泊まれるところを用意してくれた、本当にキャリーちゃんのことを本当にキャリーちゃんのことを思ってくれてるのであれば、なんで、いや、じゃあ思ってるのじゃなくてね、結果的に今いてんのはイキリストが動いた結果なんだから、友達なんやったらそれに対してまずお礼を言うべきなんじゃないの。友達なんやったら何はともあれ今ここにおる状態はイキリストが行動した結果やんか。友達なんやろ。でもマユさん、さっき覚えてる、うん、イキリストと自分がやったことを天秤にかけて、私はイキリストより行動してるよね、お金も使ってるしって言って友達のマウント取ってて、いやいやいや、それさ、キャリーちゃんが、いや取ってた、これ聞いてたし、あのイキリストくんがおごってくれたしとか言うから、それに関してじゃあそんなこと言ったら私もそうじゃないって、うん、話を聞く耳を持つっていうのであれば、それはそれは私もそうじゃないって話をしたんだけど、ね、イキリストとイキリストに提供した人がいてるんだから、私が今東京によってすぐ行動できないけど、いや、私もだからその今までね、ありがとうにならない、キャリーちゃんとしてもめちゃくちゃ感謝するけど、もうこういうことを繰り返してるから、いや繰り返してるかどうか関係ないし、質問に答えてよ、うんうん、じゃあ分かった、まゆさん言い方変えるけど、今日あなた何かやった行動。いやだからしてない、まあ、行動はしてないと思うけど、だよね、うん、じゃあ友達ね、うん、自分の代わりに友達を助けてくれたんだったらありがとうなんじゃないの、うん、あなたが友達、いやありがとうっていうか、違うことは違うよって言ってあげるのもじゃあ友達なんじゃないの。友達もこんなこと別に言いたくないし、友達と思ってるのって、まずそこの部分やね、その2つ、うん、あ、じゃあ、うん、ありがとうね、イキリストくんの話はありがとうね。いやだから結局それ閲覧目的やったんじゃないのって、そこに起点するやんか、うん、マユさん、今僕が説明してよく分かんないけど、やっぱそれって間違って花屋さんありがとうね、資格はあるから訂正したわけでしょ、花屋さんのイキリストくんありがとう、マユさん、マユさん、別に俺はね、マヤさんがキャリーちゃんのことをいじめてるとか、友達じゃないと思ってないとは思う。ただ、うん、今ね、イキリストとそのわちゃわちゃなっててもさ、イキリストにそこでマウント取るどうこうっていうのになっちゃったらやで、うん、せっかく普段話してても誤解招くし、で、現に今日行動してるのに、うん、イキリストと花屋さんが、ててんからまあ、怒っちゃったと。ごめんね、じゃあ、ありがとうね。友達を作ってくれてありがとう。分かってくれてやったらよかった、うん、僕さっき配信切れた、まずそこだけ納得いかんかったから、うん、あ、ぶち切れちゃったんだ、言い方悪かったごめんなさい、うん、うん、ありがとうね、じゃあじゃあもういいかな、いやでもそれは理解してもらったら大丈夫です、うん、ごめんなさい、ちょっと僕、うん、ちょっと頑張りますね、じゃあもういいかな、は、お前今の花の発言聞いててもういいかなってね、いやだから、うん、ごめんねって、ありがとう、キャリーちゃん。お前が言ったら目的なんやろ、キャリー使って。痛いね、お前。はっきり言って、さっきから聞いとったら、鼻や小さくな、あの、オブラートに進んで言ってるけど、何がじゃあやねん。舐めてんの、お前。お前、銭も何も動かしてない、行動もしてないやつが、キャリー使って、俺に対して、閲覧目的とか抜かしてくんなよ。お前が閲覧目的な今露呈した時点で、お前まず花屋の言ってる発言をほんまに理解しねえと謝れや、第一声、それもできひんねやろ、今謝ったんだけど、調子乗ってくんなって、お前小物、私の話聞いてないの、今謝ったんだけど、いや花屋の話聞いてなかったお前、うん、だからごめんねって、ありがとうって言ったから終わったじゃん、いやだからお前のその終わってすぐ第一声じゃ意味わからんから、うん、お前だから性格終わってんね、ありがとうね、な、配信外で友達とか言ってんねたら配信外でやるよ、お前友達が配信上でヘイト向いてアンチ湧くような配信とんのがお前友達なの。